け村です。なんかネタないかなと思ってセブンイレブンさん探してたらこんなもんありました。いちごサンドイッチですね。たっぷりカスタードのいちごサンドです。ちょっと高いんですけれども税込み298円。今日はこちらの動画ご一緒にご覧いただきたいと思います。セブンイレブンさんのたっぷりカスタードのいちごサンド税込み298円です。めっちゃくちゃいちご入ってると思うんですけど、太いです割に。そういたしましたら原材料名ご一緒にご覧いただきたいと思います。パン、いちご、ホイップクリーム、カスタードクリームに増粘剤、グリシン、乳化剤、pH 調整剤、香料、カロチノイド色素、ビタミン C ということです。製造元はプレミアムキッチンさんで、エネルギーは一方あたり233kcalですね。はい、こちらがいちごサンドの中身なんですけれども、いちごがもしかしたら3個の半分ずつ入ってるみたいな感じで、ここスカスカですわ。ちょっと中身めくってみましょう。おー、全部で4つ使われているんですね、いちご。あ、ちゃうわ、1枚、これはちょっと、あ、4つですね、全部で多分。これがカスタードで生クリーム、生クリームちょっと少なめでしょうか。それでは、セブンイレブンさんの新商品いちごサンドのお味のチェックしてみたいと思います。うわ、めっちゃ美味しい。なんかとろけるみたいな感じです。そうですね、全然その違和感なく食べれますね。ケーキみたいじゃないんですよ。いちごもまったり甘くて、カスタードも美味しくて、生クリームもよく絡んでふわふわで、美味しくいただけます。で、そんなにめっちゃ甘くなくて、すごいしつこくなくて、なんかもうほんまとろけるみたいな感じでめっちゃ美味しいです一回皆さん食べてみてください。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。